こんにちは。引き続きまして、こちらのステッパーゴンのスパーダ、こちら EHV になるんですけれども、まあ、今回、私、結構このステッパーゴン、まあ、辛口な意見をさせていただいてるんですけれども、視聴者の方で、まあ、ステッパーゴンの、じゃあいいところ何がないのっていうことを聞かれて、で私自身、ノアボクシーとの違いでっていうと、まあ、デザインが良くなりましたというお話をしましたので、まあ、デザインについての話を今回ノアボクシーとの違いの観点でしていこうと思います、はい、でデザインに関しては正直私もすごくいいなと思ってまして、イメージとしてはこちら、初代のステッパーゴンで、私一番最初に勤めてた会社でちょうど営業の人がこの車を持ってて、でこの車のイメージがとにかくステッパーゴンって強いんです、私の中で。もうこのイメージ、これがもうステッパーゴンっていうイメージです。で、このステッパーゴンのイメージで、中なんかも、まあ、この当時、ものすごくシートアレンジが自由度が効いててよかったねって思うわけなんですけど、こういった形で対面式にできる。で、なんかつくのように、こちら補助席のシートがあったりとか、まあ、前も後ろもベンチだし、で、後ろのシートなんかも今のシートみたいに薄っぺらくない。まあ、これがステッパーゴンという僕の中でのまあイメージだったわけです。で後ろに関してもこのようにもう見るからにこの大きなリアのテール、このデザイン、これがステッパーゴンというのが、まあ、僕もずっとホンダ車に乗ってたんで、やっぱりワゴンだったらステッパーゴンだよねっていうのがあって、でこのイメージがやっぱり僕の中では今でもあります。でこのステッパーゴンを眺めてみると、このようにちゃんと初代のステッパーゴンの雰囲気というものをちゃんと醸し出しているということです。こういったライト周り、このグリル周りもそうですし、こういった古い車キープコンセプトをしっかりと保ったデザインになっているというのが、まあ、僕自身すごく、まあ、ずっとホンダ車乗ってて、またホンダ車乗るってなった時にすごく親しみやすいデザインだなっていうのをすごく感じると、まあ、いうことです。あとはこの樽型形状になっているというところ、まあ、通常のミニバンですと今までの RT5 ですともう真っ平らな状態だったわけなんですけども、ちゃんとその辺が樽型になって下に行けばちゃんとこう逃げる、スッとこう逃げるような形になっているし、上に行ってもこうスッと逃げるような形になっている、まあ、こういったところがすごくフォルムとして綺麗だなって思うところだとか、あとはここの窓が少し小さくなった、開口部が少し小さくなったというところ、こういったところなんかがまあ良くなった。だから今まで RP5 のステッパーゴンに乗ってたわけなんですけれど、でも RP5 の悪いところっていうものをほぼなくしてきたっていう、デザイン的になくしてきたっていうのがこの今回の新型のステッパーゴンのいいところだと私個人的には思ったりしています。でこちらはこのように 6AA-の RP8 ということで、まあ、RP8 のハイブリッドなわけですけども、まあ、基本的に RP5 の車をベースにした車だというふうに私は考えています、まあ、ですけど RP5 も非常にコストのかかってお金のかかっている車でしたし、非常に完成度が高かったので、なかなか RP5 からこの今回また新しく RP8 になった時にその車を超えるっていうのが結構難しいと正直思います。機能的な面で考えたときに。なので、まあ、今回に関してはもうデザインを一新して、とにかく高級路線で攻めてきたっていうのが、まあ、今回のステッパーゴンのコンセプトであるということも、まあ、私自身ももちろん理解しているところではあります。やっぱり車って正直、まあ、ノアボクシーだと機能なんだけども、こちらのステッパーゴンに関してはどちらかというと見た目ですと高級志向に走るというところになるわけなので、まあ、もちろん同じミニバンなんで比較ができないというところは正直あるところかなと思います。私も正直同じミニバンで発売日も基本的に同じような時期だったんで、まあ、比較されてしまうということがどうしてもあるわけなんですけれども、まあでも車そのものの本質的なところで見たら、まあ、比較できる車ではなくてコンセプトそのものが違っていると。今思ったんですけど、
ここの継ぎ目の部分は RP 5と全く違う。ここだから新設計になってます。ここはもちろんこのガラス自体も形違いますから、ここのところはおそらく部分的にボディのプレス、ボディ自体の仕様が変わってると思います。ただここのバンパーの割れ目のところが RP 5と変わらない形状になっている。で、私が言ったのはなんでこの幅が広くなっているかというと、ここのフロア、ここの部分がボディとまた別体になっている、鋼板が新たに追加されて幅が広くなったっていうのがあるんだと思います。まあ、その結果、まあ、これだけの幅、このシートのサイドクリアランスの幅なんかも、まあ、中伏せした状態なんか特に顕著に見えますけれど、まあ、このように外寄せした状態で見ていただいてもかなり広い状態になっていると、まあ、いうことが言えるんではないかなと思います。まあ、ここのところの寸法がとにかく増えていると、まあ、いうことが言えるんではないかなと思います。はい、で当然ここのところの寸法が増えているんで、そうすると前がこう絞られる感じになるとは思うんですけど、ちゃんとここのところはエアロがこのように通っていて、その厚みというのはこのエアロでカバーして前までフェンダーラインまでちゃんと連結させた上で、フェンダー自体も今までのステッパーゴンよりも少しワイド化しているといった、まあ、そういった形になっているのではないかなと私は思うわけなんです。ダイソンに関してはいずれにしても今までの初代のステッパーゴンの形をしっかりと継承していて、でなおかつ高級路線に走ってきた。で中を見ていただいてもこのようにアコードと変わらないような、ミニバンなんだけれどもアコードと変わらないような車内の空間になっている。ミニバン買わないでセダン買っときゃよかったなって私も思ったこと昔あったんですけど、この車だったら特にアコード買わなくても十分この車で車の雰囲気が味わえるような車の雰囲気が満足できる車になるんではないかなって思います、正直。そういうところがすごくこの車にとってはいいところなんじゃないかなって思ったりしています。はい、まあ、なので、まあ、私は今回このステッパーゴンにしなかったりっていうのはデザインはすごく良かったんですけれども、ただ車そのものの内容、車のその機能そのもの、その辺があまり進化してないんで、まあ、ノアボクシーの方が良かったよって思ったということでノアボクシーにしたということになりますので、まあ余談ではあるんですけども、まあ、こういうところを見てみるとそうなんですけど、ソナー、まあ、4つついてますね。でノアボクシーってここにもついてるんです、こういったところに。サイドもちゃんと検知できるようになっているというところ、まあ、そういったところももちろん違うところですし、このようにアラウンドビーモニターついてるんだけど、このようにミニタブミラーがついていたりとか、まあ、こういったところ、まあ、外から見るとこんなイメージなんですけど、まあ、後ろももちろんそうです。後ろもサイドソナーっていうのはついていなかったりしますし、でホンダセンシング自体も実際にこの車に今度試乗して乗ってみないとわからないところではありますけれども、きめ細かにノアボクシーみたいに調整機構がついていたりとか、でセーフティーセンス自体もチームメイトがついてなくても十分な機能というのが備わっていたわけなんですけれども、まあ、このセンシング自体は特にそのプラスアルファのオプションというものがないわけで、まあ、そういったところも含めるとやっぱり少し機能性という意味においては遅れてるなっていうことは私自身感じるところなので、まあ、そういったところを見た、総合的に見た上で、まあ、今回はノアボクシーかなっていう形を思ったんで、まあ、ノアボクシーにしたということになります。はい、ということで今回はまあ私の雑談的なところになるんですけれども、まあ、こちらの新型ステッパーゴンの、まあ、ノアボクシーとの比較の観点で、まあ、ステッパーゴンのいいところとしてのデザインについてのご紹介を今回いたしました。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。またチャンネル登録、高評価をいただきますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは、失礼をいたします。